いやあ、聖なケースだよ。今回は新しいフリーゲームの実況をしていきたいと思います。ネームエントリーというゲームです。よろしくお願いします。このゲームの特徴というのは RPG なんで冒険はするんですけど、戦闘がなくてね、その代わりといって出会った人や動物とかの名前を片っ端に決めていくというタイプのゲームです。つまり今名前を決めるだけの冒険ゲームみたいな感じかな。とりあえずやっていきたいと思います。名前のセンスが問われるってわけですよ。我が名はなんだっけ。女神の名前を決めてください。もうこっからないよね。何も入力しなかった場合デフォルトの名前になります。そういうタイプらしい。でキーボードを使ってこんな感じで入れるんだ。斬新やな。女神の名前やな。女神幸子にしとこう。そうです、私の名前は幸子。女神の割には結構ありがちな名前なんだ。5本仕切り直します。我が名は幸子、祝福の女神です。今この世界は魔王の手によって滅亡の危機に陥っています。その魔王の名前は。そこも決めなあかんの。どうしようかな。たけしにしとこう。こっちもありがちだった。たけしです。だって近所におりそうな名前やもんな。たけしの魔の手が。その魔の手ってすっごい小さそうな手やな。力あんまなさそうやな。やっべ、これやばいぞこれ。名前の付けようによっちゃこの文章を読むんで面白いやなこれ。この世界を守るのです。選ばれし者から、選ばれし生まれし、選ばれし者、あなたの名前は。で主人公か。ここは普通やな。これ7文字いけるかな。あ、いけたね。よっしゃ。そう、刹那圭介。刹那圭介よ、この世界よ。世界の名前も決めなあかんの。それ別にいいんちゃうかな。それは決めんでもいいんちゃうかな。世界だろ。どの辺を、何々を救ってくださいみたいな感じなのやな。これでいこう。エコヒーキを、平和を守るのです。エコヒーキって、世界の名前。エコヒーキ。起きなさい、起きなさい、私の大事な、刹那圭介。お前誰やねん、大事って言われたけど。男だったわ。私って言いながら男だったわ。やっと起きましたか、刹那圭介。ところで、私の名前を分かりますか。あ、母親だった。パッと見て男かと思ってないか、青いし。母親。これでいいやん。これいいんかな。よかった、ちゃんと起きてるみたいですね。じゃあさっさと朝ごはん食べてください。これいいかな。もういいや。なんか映画喋りかけようけど、とりあえず調べていこう。何もないやって。こっちさらっとしとんな。こっちのセリフは何もお前。父の家、しかし家に帰ってこれなかった。そんな父の名は、父親の名前、そうやな、もうディスしか入ってないからね。今ほとんどの名前はディスしか入ってないからね。英雄飲んだくれ。クソババアの夫であり、刹那圭介は父。
いやだな。飲んだくれとクソババアの間に生まれたんが俺って嫌やな。嫌やな。しょうがないな。何これ、なんでこんなとこにも。ネームブック。なんそれ。相談ってなんだ。サチコ。ああ、女神と相談できるんやな。わかんないわ、サチコ。祝福の女神です。ところで、この相談コマンドの名前変えちゃいませんか。そこまで変えるん。変えちゃいましょうよ。ね？ね？ね？そこまで、そこまで迫ってくるん。そこまでこだわり持ちたいんか、お前。相談コマンドの名前を変えるのです。わかった。そこまで名前変えなあかんの、これ。そうやな、どうしようかな。相談だろ？相談か。そうやな。相談武士。ダジャレやな。相談武士。相談。はいはい。相談武士。もしかしてこれ全部名前変えれたりするんかな。アイテム。ネームブック。過去に決めた名前を変更することができる。あ、これは別にいいや、これは。特殊技能。特殊技能とかあるこれ。名前付けるだけなのに。装備はさすがにないんだろ。戦わないわけに。選ばれし者って何のために選ばれたか全然わからんけどな。今のところ。よかった。相談節だけだったわ。変わった。何もない。何もない。何もない。これはビッグイマーク。ついとるとこだけなんかな、名前決めれるって。飲んだくれやって。クソババアが呼んでる。刹那圭介、どうかしましたか。何かあったような顔をしていますよ。いや、なんか相談のことを名前つけろって言われたけど、相談節ってつけてやったよ。センスいいだろ。ちょっと待って。凍りつくんやめて。クソババア凍りつくんやめて。サチコ様のお次があったのですね。あ、サチコ様知っとんお前。いつかこうなるとは分かっていました。ついに旅立つのですね。そうらしい。何の旅か分からんけどな。そこに朝ごはんがありますから食べてから行ってくださいね。ありがとう。食べ物の名前にもつけても、つけろっていいか。あ、好物か。好物の名前か。好きな料理？好きな料理？好きな料理。好きな料理。キザか。俺はキザか。すごく美味しかった。好物の君の笑顔を食べて元気が出た。食べてって言えたらなんかすごいいやらしいこんな感じになったんだけど。あかんよ。あかんよ、主人公。皿の下に何かがある。母のお守り。クソババアのくせに、クソババアのくせになんか、すっごいさらっと気遣いしてくれてる。いきなり計らいだ。クソババアのくせに。空っぽのお皿がなんだか切ない。また君の笑顔が食べたくなった。ダメやって、もういやらしい意味でしか取れんて。それこのビックリマークだな。今は別にいいんかな。もうあかんぞこのゲーム。始まって10分しか経ってないのにいろいろアウトだよけど。クオイクソババな、黄昏とる。飲んだくれもいなくなり、刹那圭介もいなくなる。必ず帰ってくるのですよ、刹那圭介。はーい。他に調べるところは？ひどいゲームな、これ。
いや、俺が人を必要だけなんやけどさ。よし。なんこれ。刹那形式の家でもあり、家であり、この村で人気の飲食店、その名も。飲食店？クソババアにそこが。バーってはあの、バーってあの、飲み屋のバーの方の。クソババアに。よっしゃ、これでいこう。いいぞ、これ。クソババア、年中無休やって。黙れ、ババアやな。おぉ、すっごい悪口めっちゃ言ってる、今回の実況。おぉ、名前つけて欲しそうな人出てきた。飲んだくれの友人であり、この村の村長である偉い方。友人で村長なんだ。そうやな。友人で村長、友人で村長、偉い人なんだろう。エンマ大王でしょ。エンマ大王。お前敵がまっちゃうんか。そうか、幸子様のお次が来たか。瀬戸田圭介のお父さんである飲んだくれも、飲んだくれもあの時の、あの戦争の時、幸子様のお次を授かったそうだ。戦いって何があるんかな。この世界とを侵略しようとする魔王がおるんかな。あ、おるって言おったな、たけし。運命というものだろうか。エンマ大王が運命語るな。これは少ないが選別だ。これで道具を買い揃えてるといい。1万ゴールドもめっちゃくれたよ。少ないって全然高いやん。ありがとうエンマ大王様。うわー、このこいつ名前つけれそう。村の番犬、そしてみんなのアイドル、その名もみんなの番犬、みんなのアイドル、その名も、ぶりっこ犬。アイドルなのはぶりっこだからさ。ワンワンはぶりっこしてる、ぶりっこしてる。これは共有畑。なんでびっくりマークついたんだろう、これは。なんか意味あるんかな。とりあえずこんなもんかな。ポストなんかある？ないね。おい、エンマ大王、入れてくれん。入れてくれん。エンマ大王は自分の家に他人が入るのが嫌なようだ。入れん。基本的に家入れんことか、もしかして。おう、なんかある、また。ここも共有はだっけ。ビックリマークがあるからって、それが名前変えるわけじゃないんやな。おい、店主。これは、宿屋やな。この村で唯一の宿屋。特に頻繁しているわけではない。そんな店主の名前は。そうやな。宿屋やだろ？泊まるとこだろ？ソイネジジ。お役のベッドに入り込んでくるんです、この人。怖いですね。ソイネジジ。うちは寝泊まり専門でね。休憩はやってないよ。あ寝泊まり専門つうか、寝取り専門じゃないのか、お前は。やめとけ、お前。寝泊まりに来きゃ、夜に来な。あかん、この人。ターゲットとか絞るタイプの人や。うん。お、こいつ名前つけれるんちゃうかな。子供は無邪気。子供は無知。だからこそ、視力美しく、純粋。そんな子供の名前は、純粋なんか。喫煙者 A 子さんにしとこう。どこが純粋じゃ、どこが子供じゃ。兄ちゃんどこ行くの。お前は喫煙したんじゃねえぞ、お前。喫煙者 A 子も連れてって。自分のことフルネームで呼んでる。やだね、ついていいか。おう。銅像とかあったり、
ここに看板があったりね。さて最後こいつに名前付けよう。この世村で唯一の道具や武器や防具薬も何でもござれ、その名も、そうやな、ゴリゴリ店長、もしかしてあの武器に願いのゴリゴリ店長、こんなところでもう支部やってたんですか。ゴリゴリ店長、村長から話は聞いているぜ。あんたにはこの剣とマントをやる。特にこの剣はいいかよく聞けよ。お前の親父さんが使っていたのと同じ種類の剣だぜ。おう、どうだ、驚いたか。ぜひ名前をつけてやってくれ。ああ、もらった剣にも名前つけれるんだ。あ、これはちょっとかっこいい名前つけたいな。じゃんけん。くだらねえ。くだらねえ。じゃんけんを手に入れた。それ3分の1で勝つやつやな。グーチョキパーで何か出して勝ち負け決めるやつやな。よう、旅の幸運を祈ってるぜ。はい。お金手に入れたんやけどさ。お金手に入れたんやけど、何も買えんかな。まあいいや。今回はセーブしよう。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。このゲームすごいね。名前の決めようによっていろいろ面白い展開になるやもんな。というわけで、シーワゲ。